To be coincidences in which we know they are planned and calculated by someone. Hiroshi Hayashi's line theory is such a theory to prove it not to be a coincidence by proving it to be impossible for coincidences. Ellen Allen writes Do you think that the universe fights? 偶然ではありえないことを証明しながらその向こうに隠された論理を知るそしてその論理を組み立てながらつまりそれは偶然にそうなったのではなく 意図的に計画されそうなったのだと。それが林博のライン理論です。で、エメリー・アレンはこう書いています。世の中にはあまりにも奇妙で、偶然とはとても言えないものがありますと。広し林、市、ハママ・ティ・ジャパン。 今日の動画は、二見、腰玉神社から始まり、伊勢神宮、下空、内空へと続きます。その位置は、皆さんにお見せしていますように、大変奇妙な関係にあります。つまり、それぞれにわずかなエラーがありますが、その間の距離は明らかに計算されたとしか言いようのないものです。で、さらに、その 位置関係を調べてみると、三つの神社は正確にペルーのクスコの方角を示しているのがわかります。なぜクスコなのかということについては、これからおいおい説明しますが、こうした数字を眺めていると、私はその向こうに私たちが神と呼ぶエイリアンの強い意志を感じます。これは 偶然ではないぞとです。もちろん例えば何かの測量術を使ってこうした位置関係を決めたということも考えられますがとなるとどんな測量術を使ったのかということにもなりますね。それはともかくもこの動画の中では皆さんに事実のみをお伝えすることにしました。ただの偶然 なのかそれとも意図され計画されたものなのかそんなことを考えながらどうかこの動画をご覧になってくださいもう一度最初から説明します伊勢神宮ですね、えー、皆さんを伊勢神宮へ案内します で、伊勢神宮にも参拝の仕方があるそうです。で、まず皆さんに、二見み、こ神社をご覧いただきます。えー、二見み、こし神社です。この黄色い点のところがそうです。二見み、こし神社ですね。そして、左上が伊勢神宮下空です。そして、左下が伊勢神宮 内空です。それぞれ、下空、内空の屋根の中心に点を取りました。腰玉神社も本殿の屋根の中心に点を取りました。そして、それぞれの距離を測ってみました。右が腰玉、左上が下空ですね。その間の距離は8143メートルです。 腰玉神社と内空の距離は8278メートルです。エラーは135メートルです。下空、内空の広さを考えますと、135メートルというのはエラーの範囲ということになります。そして下空と内空の距離は4114メートルです。ちょうど腰玉神社、下空の 半分の距離とと等しいことがわかります小下間神社と内空の距離の半分と等しいことがわかります。そのエラーは42メートルと25メートルです。ここが重要です。42メートルと25メートルです。これをエラーと見るかどうかということになります。 で、さらに詳しく調べてみます。距離の比は2対1の関係にあるということですけども、下空と内空の中心点といいますか、中央点を取りました。この左の広い点がその点です。そして、この点と、二見、腰玉神社の本殿の屋根をつないでみました。 そしてこの赤いラインがどこへ向かうか正確にと言いますか慎重に調べてみました。この星印のところが二見腰玉神社です。赤いラインに注意してください。このラインは太平洋を越えて先ほども言いましたようにペルーのクスコへ向かいます。赤いラインに注意してください。 その先にクスコがあります。この点がクスコです。そして視点を下ろしてみます。そして見えてきたのが作成ワマンです。作成ワマンです。このあたりにはこうした遺跡がいくつか広がっています。赤い線はここへやってきました。 この作成ワマンの特徴は人間には掘れるはずもないまあ技術を使ってですねこのような石組みがなされているという点です皆さん自身の目で判断してくださいこれらはすべて岩を岩を加工して作られたものですこうした岩をですね 運び、加工しあるいは加工し運んだということも考えられますけれども組み合わせ方を見ると岩を運んできた後に加工したものと思われます、まあ、これが人間によるものなのかそうでないのかという判断は皆さんにお任せしますが伊勢神宮のラインをつなぐとここへやってくるということですね 林博のナスカ理論によってて調べてみたいいと思います。この黄色いラインは作成ワマンから引いてきたラインです。立派なプラットフォームが見つかります。それだけ重要な拠点であったということがこれでわかります。このプラットフォームの中にはもう一本ラインがあるように見えます。やや上の方ですね。まあ、つまりこの黄色いラインは 下の側線と平行に走るということです。緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。で、ここで注意したいのが、今のプラットフォームの上のラインです。下のラインは作成和番からの線と重なります。この今引きましたブルーのラインはモレから 引いてきたラインです。なぜ、モレーなのかについては、これから説明したいと思います。モレーです。日本の前方後円墳の、まあ、逆型ということになります。日本の前方後円墳を突型とするならば、モレーは大型ということになります。もちろん、これはカレンダーです。天文。 観測所です。で、クスコとモレーの間の距離は30.6キロです。右下が作成セワマンです。そして左上がモレです。なぜこのモレが重要かということについて簡単に説明しておきます。インドネシアのポケケア遺跡です。ここにはこのような巨石で作られたこのようなものが ゴロゴロと転がっています。これは何かということですけども、やはり、まあ、カレンダー説を林博士は唱えています。その理由も説明します。この黄色いラインは、今お見せしました、同じプラットフォームの、えー、東、端のプラットフォームと、まあ、ラインはですね、重なります。この黄色いラインは、ポケケアから引いてきたラインです。 度をこここに示しておきます。この,注意このラインに注意してください。今のお見せしたこのライン、あまあ、ブルーですね。そしてこの黄色いラインは、ジャール平原から、ラオスのジャール平原から引いてきたラインです。ジャール平原の石像、まあ、物とポケケアの石像物を区別することはできません。全く同じものがこの2つの場所にあります。 そして、さらに興味深い事実がつながり、つながっていきます。今、左のラインはポケケアでしたね。そして、ジャール平原のラインと重なりますが、この間に、エイフベリーのラインがあります。そして、ロシアのショリアからのラインもここにあります。つまり、これらのラインはですね、皆、それぞれの 巨石遺跡からのラインだということです。どれも林博士がカレンダー説を唱えている遺跡からのラインです。そしてブルーのラインがモレーからのラインです。このように、まあ、ここではですね、5社がこの場所、プラットフォームに集まります。つまりこのあたりのラインは皆巨石遺跡とつながっているということです。ポケケア、ジャール、比べてみてください。区別がつきませんね。 そして、シオリアです。やはり巨石遺跡です。シオリアの遺跡とエイフベディの遺跡も区別ができません。そして、日本の大占領マウンドです。右が、えー、群馬の双子山マウンドです。この二つだけは、日本で二重枠に囲まれています。二重枠。つまり、それだけ重要であったことを示しています。ペルーの 地座のの遺跡にその例を見ます。ナオミ BK さんがこれは日本の前方後円墳の大型ではないかと教えてくださいました。つまり日本の前方後円墳は凸型、そしてモレーは大型ということになります。13段あります。つまり29個ずつ何かのトークンを置けば、 そのままカレンダーになるということですね。前方後円符も同じコンセプトで作られていると私、林博史は考えています。右がホドタの前方後円符。二重枠で囲まれています。そしてモレーとホドタをつないでみます。その、まあ、コンセプトはですね、エイブベリーと、まあ、同じといいますか、エイブベリーもカレンダー として作られたものですその証明も別のところでしましたから興味のある方はどうかそちらでご覧になってくださいともかくもモレーは大型であり、えー、日本の前方公園分はま外に飛び出した凸型ということになりますここでは簡単にそれを説明しておきますモレーと高千穂の峰をつないでみますモレーと高千穂の峰をつないだラインがこの黄色いラインです この黄色いラインは、寸部の狂いもなく、ホドタの前方後円墳、二周枠で囲まれたホドタの前方後円墳の上空を通り抜けます。そして、ついに、大阪のですね、大仙陵マウンドの真上を横切って、そして高千穂の峰へと向かいます。 このラインに注意してください。そして、青塚古墳の上を通ります。私、林博士が前方後円墳、カレンダー説を証明した前方後円墳ですね。そして、寸部の狂いもなく大仙陵マウンドの上空を通ります。エラーはゼロです。ほどた大仙陵は、先ほども言いましたように、日本の前方後円墳の中では、 珍しくと言いますか二重枠で囲まれた前方公園墳です。そしてそのラインはまっすぐと高千穂の峰に向かいます、えー。下に見えてきたのがサイトバルです。サイトバルのやや北方を通ります。左がサイトバルです。そして高千穂の峰が見えてきます。えー、高千穂の峰と、 えー、ナスカのグランドクロスの中心をつなぎますと、サイトバルの新上空を通ります。高千穂の見えです。まあ、このように、日本とインカはですね、大変不思議な関係でつながっているということです。これをただ単なる偶然というのか、そうでないのかということは、皆さんの判断にお任せします。 その大戦領と伊勢神宮は大変絶妙な位置関係にあります。伊勢神宮内宮です。対角線の交点に点を取りました。伊勢神宮内宮と大戦領マウンドの中心点を線でつなぎます。伊勢神宮下空です。やはり同じように対角線の交点に点を取りました。そして大戦領とつなぎますと、 その真中央に、卑弥呼の墓と言われている箸墓古墳が位置します。上のラインが大仙陵と下空をつないだライン。下のラインが大仙陵と内空をつないだ距離です。二見、腰玉神社についても触れておきます。えー、ここはですね、 まあ日本のランドマークが描かれていると私が説明したナスカです。そのナスカから、えー、日本の腰玉神社に向かってラインを引きます。この点のところに注意してください。この点のところに注意してください。ここに二見腰玉神社が位置します。この横線ラインは ナスカから引いてきたラインですそのラインは、二見小こ玉神社の本殿の屋根を正確に、正確に横切ります。神社というのは、建て直される時もですね、古来の位置、場所に正確に建て直されるものです。ともかくも、この黄色いラインは、ナスカから引いてきたラインです。言い換えますと、二見 コシタマ神社は正確にナスカの方向を向いているということになります。そしてここに二つの岩があります。ほぼ直角に位置します。つまり二つの岩の間はですね、ナスカの方向を示しているということになります。つまりこのような形で、ナスカとフタミ、コシタマ神社は、まあ不思議な関係に あるということになりますす左下が二見間神社ですこの本殿の屋根は正確に正確にナスカの方向を示しているということになります。二つの岩、すなわち明と岩ということになります。この岩と岩の間をまっすぐ抜けていけば、ペルーのナスカに向かうというわけです。まあ、このような 関係にあるとというこでで、すね。冒頭で言いましたように、偶然だ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 。ああ、これも偶然だ、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 偶然だ。台本営発表、偶然だ、偶然だでは済まないということです。 結論ということになります。冒頭でお見せしました、このあたりの位置関係をもう一度皆さん眺めてみてください。二見小こ神社です。そこから伊勢神宮下空へとラインを引きます。二見小こ神社から今度は伊勢神宮内空へと線を引きます。ここが二見 こうした位置関係をですね、偶然というのは無理だということです。となると、何らかの測量術を使ったということになりますが、私はこの辺りをバスで移動して調べたことがあります。しかし、結構、起伏があってですね、とても見,見渡せるような位置関係にはありません。皆さん自身も、 今度、伊勢神宮行かれて、この辺りを散策なさるときはですね、そんなことも考えながら散策してみてください。8143メートル、8278メートル、そしてそれぞれの距離を2で割ってみてください。その距離が下空と内空の距離に一致します。 越玉神社と外空、越玉神社と内空の距離を2で割ったのが外空、内空の距離ということになります。そして、それぞれのエラーは42メートルですよ、皆さん。42メートルです。そして、越、え、玉、ー、と内空の距離を2で割った時のエラーは25メートルです。25メートルです。もし、 これらがですね、測量術を使ってこのような位置に決まったというのであれば、その測量方法をどうかどうかどうか示していただきたいと思います。まあ、これが私、林博士の結論ということになります。偶然ではない。ありえない。ということを論理的に説明しながら、偶然ではない。すなわち、意図的に 計算され、その場所に配置された。と、くのが、私、林博士のライン理論ということになります。続く動画の中でもう少し詳しく説明します。どうかご覧になってください。Bye for now. When we face impossible coincidence, then we feel something there beyond the coincidence, something that connects mysteries with other mysteries.Today's story is about the impossible coincidence. 通常の偶然ではあり得ない。そんな確率で点と点がつながり線が現れる。そのあり得ない事実を検証しながら、 その向こうに人為的な操作を浮かび上がらせる。またそれでもって私たちが神々と呼ぶエイリアンの存在を証明する。それが私、林博士のライン理論です。今日の物語は堺市にある大占領から始まります。あの大占領です。で、最初にその大占領とエジプトギザのピラミッドとの不思議な関係について説明します。ややエラーというか前方後円墳の中心を どこに取るかによってエラーが生じますが、大線領の前方後円墳の並び方とギザのピラミッドの並び方は同じです。また、大線領を取り囲む3つの前方後円墳をつなぐと、その形は正確にギザのピラミッドの2分の1の形になります。もっとも私自身はこう思っています。この程度の事実、もっと言えば偶然と言って、それで済まされる事実ならいくらでもあると、 またそうした事実だけをもって大占領とギザのピラミッドを直接つなげて考えるつもりはありません。で、林博史のライン理論です。最初に私は法隆寺を選んでみました。その法隆寺から大占領を取り囲む3つの前方公円墳に線を引いてみると奇妙なことがわかります。3つの前方公円墳が並んで、そして90度の角度で法隆寺を示しているのがわかります。 この方式はギザのピラミッドと同じです。ナンバーワンとナンバーフリーのピラミッドの頂点をつなぎ、その線に対して90度で線を引くと、その線は正確にティオティー和ンの方角を示します。わかりやすく言えば、その定流を流れる思考回路が同じということです。言うなれば思考の癖のようなものです。が、この程度のことなら、皆さんはただの偶然と思うかもしれませんね。 林やしは自分の都合の良いところだけを線で繋いでいるだけだと。あるいは自分に都合の良い事実だけを集め、そして勝手な理論を組み立てているだけだと。事実、そうした書き込みが時々ありますが、私には反論のしようがありません。そうですね。そうかもしれませんね。と。私は引き下がるしかありません。で、私はさらに話を前に進めていきます。枠を比叡算。 伊勢神宮、内宮、下宮、さらには卑弥呼の墓,墓と言われている橋墓古墳へと広げてみます。すると大変興味深いことが分かってきます。それぞれがとても偶然とは言えない直線で結ばれているのが分かります。それをこの動画の中で皆さんに見ていただけますが、この段階でも多分皆さんはこう言うでしょう。人間でもできなくはない。奈良時代の昔にはすでに測量技術はあったと。あの 尾のの妹子は、遣水使となり中国へ渡り、その測量技術を日本へ持ち帰ったと言われています。そうした事実を取り上げ、人間でもできなくないから、いきなりエイリアンに結びつけるのはおかしいと。が、ちょっと待ってくださいね。私は、そうした可能性、つまり、人間でもできなくはないという可能性まで否定しているわけではありません。そうした可能性を頭から否定しているわけではありません。が、さらに、大占領が世界の遺跡と、 有機的につながっていたらどうでしょうか南太平洋、さらには北アメリカ大陸ともです。それについても私はこの動画の中で説明しますが、もうこうなると人間技とはとても言えなくなりますね。などなど、こうした事実をどのように判断なさるかは皆さんの問題ということになります。が、こうも言えると思います。人間でもできなくはないということによって、 私たちはひょっとしたらその分だけ傲慢になりすぎているのではないかということです。さらに言えばそこにある事実にすら気がつかないまま終わってしまうのではないかということです。今日の動画はここから始まります。広しは浜松市、ジャパン。では画面を見ながら説明します。ライン理論 in なら r a です。 京都大阪ですね左,左下がこれが大仙陵マウンドですそして法隆寺上が比叡山延暦寺そしてここに箸墓古墳がありますそして右下が伊勢神宮内宮上が下宮です東大寺は比叡山と箸墓古墳をつないだ新宿線下にあり清水寺は大仙陵と延暦寺をつないだ新宿線下にありますそして 幸福寺ですね。幸福寺は法隆寺と東大寺をつないだ新直線下にあります。まあこういう位置関係にあるんですけども、こうした点をつないでできた線はですね、本当に人間が引いたものかっていうことですよね。で、大千両マウンドに話を戻します。で、このいわゆる絶方後円墳はですね、どこに点を取るかが難しいわけですね。で、私は今、現在、こういうふうにして点を取っています。えー、いわゆる縦2つに割った線と、それから円形部と方形部の、まあ、 つなぎ目ですね。そこに、まあ、交点に点を取っています。そして、前方後円墳を、まあ、対戦領の周りにあります、三つの前方後円墳をこのようにして線でつなぎます。で、左下はほぼ90度ってことになりますね。も、まあ、90. う90.0ってことになります。で、法隆寺はですね、最近私は上、あの、本堂のさらに、えー、北側にある、 ここに点を取っています。その点から先ほどの三角形に線を引いてみます。まあ、こういうふうになるわけですね。その間の角度が89.59、なまり、まあ、90.0と見るわけです。で、これが比叡山円略寺根本中道ですね。で、やはりこのようにして点を、まあ、取ってみます。まあ、点を取るということは、まあ、このラインルールではとても難しいんですね。まあ、取れない場合もありますけどもね。で、この、えー ま、大仙陵はですね、この線は、ま、二つにはあるわけですけども、このブルーの線は、比叡山から引いていって、さらに進みますと、アメリカのサーペントマウンドへと進みます。これが橋コ古墳ですね。やはり、まあ、橋コ古墳はですね、あの、まあ、円に行って、こっち、今回は取っていました。というのは、まあ、あの、 ま、今、お、話しますと、0.05角度で、え、行くわけですけどもね。あの、先ほどと同じように点を取りますと、0.04ぐらいになりますけどもね。さらに近づくわけです。これが伊勢神宮内空ですけども、ここに点を取りました。今回はですよ。それで、大線量に線を引いてみますと、この黄色い線が、右から来た線が、これが、あの、伊勢神宮内空から引いてきた線です。で、今度は下空ですね。これ伊勢神宮下空。やはりこの、間の中心に点を取って、そして線を繋ぎます。 で、下空、大占領内空、下空、大占と千々その橋垣古墳は、その真ん中、ほぼ中央にあるわけですね。ややその上寄りということになります。下空寄りになりますけども、この、今、米印つけたところが、これが橋垣古墳のある位置ですね。で、これは本当に自然なのかということ、自然ということはもう偶然なのかということですね。上が比叡山で、下が橋垣古墳です。その赤い線が今その線ですけども、東大寺の、えー 大仏殿がそのそばに見えますね。で、これ上がこれ比叡山でしたが、大仙陵ですけども、えー、左に見えているのは清水寺ですね。あの、今、米尻つけました。まあ、ほぼそこを通しかしまあ、あの、法隆寺と東大寺をつなぎますと、その線は、進捗線間に幸福寺を通ります。 まあこういう位置関係にあるってことですね。で、こうした線が先ほど見ましたように、まあ偶然なのか、それとも人為的に控えたのか、あるいは、ということになりますと、やっぱり私は人為的に控えたもんだというふうに考えます。から、となると、まあここで一つ問題が出てくるわけですね。まあどうやってこういう位置を,位置を決めたかということなんですよ。まあいわゆる測量術をですね、遣隋使や遣唐使が中国から持ち帰ったっていうのが今までの通説ですけども、まああのね、あの、 いろいろ学ぶことはあるでしょうけども、まあ測量法までね、学んで帰ってきたというところが、まあすごいと言いますか。本当かなというのが私の本音です。まああの、それはね、あの、いろいろと判断の仕方もあると思いますけども。で、ここだけで見てますとね、というのは、この日本のこの近畿地方だけで見てますと、まあ人間でもできなくはないということになるわけですね。 まあ、そういう考え方も生まれなく、まあまあ、あるわけです。で、もう一回の、検証してみますと、えー、大線量で、この、まあ、右から来ている線が放流時ラインですね。このように、ほぼ90度に分けている。で、これはあの、えー、エジプトのピッ、ギザのピラミッドをね、同じように線で繋いで90度でいきますと、えー、テオティワカン行く方式と、まあ、よく似てるというか同じなんですね。 まあ、癖がこういうところに出てくるわけです。そして、今、あの、中心にあるのが、これ、八百五かで、上が下空大占量ライン、下が内空大占量ラインですね。中い線がこれ、平山から来ているんですけども、まあ、ほぼ、まあ、その真ん中にあるということですね。 ま、偶然なのか、あるいは意図的にこのように位置に控かれたのか。で、置かれたとするならば、あ人間がその引いたのか、あれ置いたのかってことになるわけですけどもね。で、ここで私問題にしたいのはですね、この橋中古墳からね、比叡山の根本中道に線つなぎますと。それは正確に0.05,0.04。 どう、なんですね。まあ、まあ、北だいうことです。どうしてこういう北を知り得たかということなんですよね。そこで私、私は、ついでにちょっと調べてみたんですけども、橋中古墳の上の、この位置に立ってみました。まあ、Google Earth 上でですね、立ってみました。これはまあ、橋中古墳です。その位置からずっと回っていきまして、えー、そして、この位置、この方向にやや、あのー、 比叡山が見えるはずなんですけども、どうなんでしょうかね。あの、太古の昔には何もなかったですから、比叡山が見えたのかなと思いますけども、この比叡山側からね、立って、今度、橋赤古墳の方を見ますと、結構山があるんですね、これ。あの、上が、あの、橋赤で下が、比叡山です。で、今、根本中道の方に降りていきますけども、向こう側がですね、橋赤古墳ですけども、平氏ならともかくもね、こうした途中に山々があるわけですね。で、こう山々を乗り越えて、まあ、あの、いわゆる橋赤古墳から見て、 牧田にです、ね、比叡山を建てたということになるわけですけども、果たしてそれが比叡山が見えるものなのか、あれ逆に比叡山からは橋墓古墳が見えませんからね。ですから、どのようにしてこの、いわゆるま比叡山をですね、箸墓古墳の牧田に置いたかという謎もあるわけです。まあ、橋墓古墳のに比叡山がある ま、0.05度ですね。で、もう一回ちょっと調べてみたいんですけどもね。はしゃか5分からじゃあ0.00度ではどこ行くかってことを調べてみたんですよ。ほんのわずかだけずれができますからね。ついでながら。で、黄色い線を0.00度で北に引いてみました。で、まあ、ほとんど変わりないんですね。これ東大寺のように通りますけどもね。そして比叡山やってくるんですけどここでややエラーが出ますけどもあの、大きく拡大してますからね。左が0.04度です。0.00度です。右が0.03度。 0.03。まああの正確に言えば0.03になりますけどもね。という、まあ、とこなんですね。でどうしてまあそのことができたかというと、いろいろ測量、まあ、いわゆる奈良時代、あるいはその前後のです、ね、測量時というのをこう調べてみたんですけども、まあ、いろんな先生がです、ね、こ,うこういうふうにできたはずだ、できたはずだという、まああのまあ、いわゆる現 既存のですね、事実を元にして、まあそうした測量法があったはずだということで、いろんな、あ議論をなさっていらっしゃいますけれども、じゃ直接的、直接的なですね、文献だとか、そういったものがあるかというとないんですよね。まあそれは、あの、まああくまでも、あそういった、あの、いろんな周りのね、周辺の事実からそういうことができたはずだっていうふうに、皆さん書いていらっしゃるんですね。となると、やっぱりこう、 まあ、例えば、あのね、近くの畑、は、た、の測量ぐらいはできたでしょうけども、このように、こう、脳を越え、山を越えというような測量が果たして可能であったかということなんですね。で、まあ、ここだけで、まあ、見てますとね、まあ、人間にもできなくはないだろうと、そういった判断も下せますけども、まあ、これから皆さんにお見せいただあの、まあ、長い前置きになりましたけど、皆さんにもう一度見ていただきたいのは、大勢のマウンドはただのマウンドではない。さらには、続く次、次の次の、 動画ではですね、えー、世界をつなぐライン理論というものを皆さんに見ていただきます。まあそこまで来ますとね、まあ人間の技じゃありませんからね。まあこれは絶対人間じゃないということになるわけですけどもね。でまあ結論ということになるわけですけども、まあこうしてですね、もう一度このラインを見ていただきたんですけども、こうしたラインが、まあ果たして まあ人間が弾いたものなのかそうでなくて、空からこの辺りを見ることができた人によって、控えたものなのかということなんですけども、まあここだけ見てますとね、先ほど繰り返しになりますけども、人間でもできなくはないんだという、まああるいはその測量法というものがあったはずだという、まあそういうふうに持っていくしかないわけですね。あの、がしかしですね、これから続くビデオを見ていただくとわかりますように、まあ、 まあ、長い間を置きになってしまったわけですけども、この大戦量というのは、世界の遺跡と有機,有機的、すなわち、それぞれ関連性を持ちながら繋がっているということに、をです。まあ、それをこれから見ていただきますけども、えー、林宏氏のライン理論、どうかご覧ください。えー、bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi h a m a m a s u Japan.December 28th, 2 0 1 4 Japan? なぜ大占領なのかその答えの一つがここにあります。大占領マウンドです。大占領マウンドから270.00、まあ西に行きますとクロスポイントチャイナに行きます。そして、 右下に行きますと、ニュージーランドのルアペフです。そして、右上に行きますと、アメリカのサーペントマウンドです。その間の角度は、このようになっています。計算しますと、こうなって、正確に120.0。いわゆる3等分しているということですね。ということを、ご理解の上、続くビデオをご覧ください。 Hello, this is Hiroshaya Shihama City Japan. 大占領 mount in line theory.What is 大占領 o l i n e 理論で証明する大占領。何のために大占領はあるのか大占領の謎について今日は話します。大占領とは何なのか何のために大占領はあるのかその答えを 話してみたいと思います。まず、ライン、理論。大仙陵とニュージーランドのルアペフ山を線でつなぎます。次にアンコールワットとイースター島とを線でつなぎます。アンコールワットからイースター島、その途中にキナバル山があり、そして クロスポイント南太平洋がありますそのクロスポイント南太平洋から120.00で東北に向かって線を引きますその線はまっすぐとサーベントマウンドに向かいます北アメリカ大陸に入りブライス・インタグリオスを通り カオキアマウンドを通り、そしてサーペントマウンドをやってきて、その先にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということです。サーペントマウンドから今度は大占領に線を引きます。大占領にやってきました。注意深く、 ご覧ください。サーペントマウンドから引いてきた線は、大線量を縦に正確に2つに割ります。途中で比叡算を経由します。この線がサーペントマウンドから引いてきた線です。 ナスカ理論で証明いたします。ナスカです。大線量からの滑走路はあります。次にカウキアマウンドから線を引きます。滑走路が見つかります。そしてサーペントマウンドです。大変興味深いことにワシントン DC からの滑走路も見つかります。これら4社は 一つのプラットフォームから出発しているのがわかります。拡大して見えます。右から大仙量、カホキア、サーペントマウンド、それからワシントン DC です。ほぼ等間隔に並んでいることに注意してください。緯度経度はここに示しておきます。で、そのサーペントマウンドからの直線に注意してください。その直下に渦巻き模様が見えます。これは渦巻きではありません。 サーペント、すなわちヘビーです。これら4者はナスカ理論によって相互に関係していることがこれで証明されました。次に、これが大占領ですね。右上から来ている線が サーペントマウンドから引いた線です。そして、ルアペフ山に引いた線がこの線です。その両者の間の角度は120.0です。そして、270度で西に向かうと、クロスポイントチャイナに向かいます。このように、それぞれの地点がそれぞれに関係し合っているということです。 となると皆さんはなぜサーペントマウンドなのかなぜサーペントマウンドがここにあるのか何のためにどうしてということをお知りになりたいと思います。それについては続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi, HamaMa City Japan. Secret and mystery of Serpent Mound USA in Japanese.、えー、サーペントマウンドの謎と秘密についてビデオ化しておきます、えー。このサーペントマウンドは何のためのものなのかなぜここにあるのか、まあ、私の考え方はとてもシンプルだと思います、まああの。ぐるぐるっと右の下の方に巻いたところありますね。これがあの、いわゆるその基準点と考えます。 そしてそのぐに,ぐにゃぐにゃぐにゃと不自然に曲がった蛇ですね。で、トグロを湧いてる、巻いてるわけじゃないしっていう感じですけども、これはあのエイリアンがあちこちで使う手法なんですね。そしてあの、いわゆるその、 点をね、カモフラージュするためにヘビの絵を描いて分かりにくくしたということなんです。まあこれはあの、これから説、証明していきますけども、このナスカから、あの、主たったね、世界中のキーポイントから点を引いています。そうしますと、この、下があの、くるくるっと巻いたところで上の点へつながりますね。そして、こういうふうにあの、点をあの、カモフラージュするためにヘビの絵を描いたということなんです。これ、テオジャーから引いていますと、ちょうどくるくるっと巻いたところから、やっぱりこの丸いグニャッと曲がったところに点が来ますね。 で、次に今度は北極から引いてみますけども、北極もそうなんですね。あの、くるくるっと回ったところに線を引きますと、ちょうど目のあたりに来るわけです。まあ、目かどうかわかりませんけども、この辺に蛇の目があり、口があり、そして卵を口に加えてるんですね。この卵も基準点になっています。このギザのエジプトから引いています。今度ギザ,ギザのエジプトから引きますと、やっぱりこのくるくるっと回ったところかと、その先をぐにゃっと回った真ん中に来てますね。ここが重要なポイントなんです。というのは、ここが、まあ、あの、彼らの 地図なんですね。で、も返事だらもそうなんですね。で、中心ってから来て、この、あの、真ん中の点がそうですね。あの、三つ書き込みますけど、真ん中の点とぐるぐるっと曲がった点がそうです。それから真顔ですね。トンコです。このバッコウクスもあちこちの基準点になっています。ただ、まあ、あの、これはね、ここではちょっと違うかもしれませんっていうのは、先ほど目の位置とちょっとずれてるんですよね。ですから、まあ、ま、あ この、後ではある、すべてがあるわけじゃありませんので、あの、罰を靴は、後で除外いたします。それから、このカ,ルカラクルム、蛇の王国と言われている、ティオイティアカンを白ぐ大きさのピラミッドが最近あ、えー、今からまだ十数年前に見つかったんですよ。でもそれも、やっぱりこの点のところを作るとか。イースター島もそうなんですね。くるくるっとまだとこから、この角のところに来てるわけですね。こういうふうに、こう、なんて言いますか、あカットとか、そう下の方が正確かもしれませんね。下の方だったらちょうど真ん中通りますから。まあ、要するにこうした点を、あの、 中心、基準点と、それのぐにゃっぐにゃっにゃっと曲がったところと繋ぎますと、こういうふうにみんな綺麗に入ってくるわけです。あの、まあ、この手法はですね、ここだけ見ると、なんだ林はですね、こじつけているだけじゃないかと思われるかもしれませんから、もうさらにやってみますと、インディアンヘッドも、まあ、インディアンヘッドはですね、あの、上の方の卵の部分の中心部から来てると私は考えています。あの、二つ基準点があるんですね。上と下とね、出ないとあの、全世界を網羅できませんので、 あの、下だけだと90度の範囲で終わってしまうんですよね。これプレイヤーヒアも同じようにあると。今度プレイヤー系は、あのー、 いわゆるその東半球っていうかね、えー、こっから見ると東、西半球ですね。ごめんなさい。で、テレああの、大占領はですね、これはどうしてかこ、ね、れ、あの、サーペットマウンドと関係あるかというと、まっすぐにあの、サーペットマウンドの線がね、あの、大占領二つにもあるんですね。それで大占領、それからカホキアマウンド、サーペットマウンドはナスカで一点に集まります。ついでに言うとワシントン DC も一点に集まります。カホキアここはカホキアマウンドですけども、これもやっぱりこう、こ,これはあの、点と点をつないで、ちょっと、このカホキアマウンドについては厳しいかなっていう感じはします。し、まあ、しかしも 一応皆さんに紹介しておきますあのカフキア、それからサンペットマウンド、ンそれからあのブライス・インタグリオスは一進一蓄線でつながります。これは何度もあの最近説明してますけども、このようにですね、サーペントマウンドは実は方向を示しているんだとあの。どなたかアメリカ人の論文を見ましたら、これは日没、あのしえー、っと,春,、えー、っと春分当時だったかな。 えー、ごめんなさい。何かあの、その、方向を示してるっていますよ。あの、天文観測のためにこんなも作りませんね。常識で考えてください。そのもん、庭先に石ころ置いておけば済む話ですから。これはブライス、あの、皆さんそうですよ。あの、ラスカでもね、あの、なん、あの、旬、えっと、当時の時の太陽の日没とか日の出とか,か勝手なこと言ってますけども、そんなことだったら庭に石ころ置けば大体わかることなんです。これがブライスインタリオースなんですね。 で、これもその、やっぱり点をカモフラージュするために、この人間の体を描いたんですよ。そして、この点をつなぎます。逆に点を引、あの、手をて感から線を引いてみると、ぴったり重なりますから。これはメサベルでですね。U は U、ミスペ、ミスペリングです。ノース、これは北極です。あの、北極から引いてきた線です。これがあの、ヘンジョダロから引いてきた線ですね。で、こういうふうに、この点と点をうまく、巻、ま、くてか、あの、こうしたカモフラージュするために、あの、 い、あえてこういった不自然な人間を描いて、そしてその、だって点だ,点だけじゃ分かんないでしょですからこうして人間を描いて、これはね、ザですね。あの、チリのチザでも同じ手法を使っています。これはクロスポイントサウスアフリカ行く、あの、ラインです。というようにこの、使ってるわけです。さらに、あの、もう一つある、ありますけどね、あの、サンサの大食代も同じ手法を使っています。それをこれから説明したいと思いますけど、もう一つはあの、皆さん、見てください。これサーペントマウンドですけど、これはあの、今の先に作ったビデオの、 前に、その、今から見ると、一昨日作ったビデオでしてね、あ昨日ですかごめんなさい。まだ昨日作ったビデオでして、あの、一箇所間違っているところありますので、それ今これを話しながら訂正したいと思います。まあ、サーペットマウンドですけども、これは何であるか。それから、えー、なぜこんなところにあるのか。そして、えー、誰がこれを作ったのか。とこ、まあ、いろいろと謎が湧いてくるわけですけども、まあ、 何のためというか、これはもう方向指示ですね。というか誰が作ったかエイリアンですね。人間じゃありませんから。人間できるわけないんですから。あの、これがあのー、今言ったその点ですけどね。点があのー、こうあるわけですけど、この点をうまく、うまくてかカモフラジューするために、この蛇の絵を描いたわけです。 でないと、あの、点だけでは分かりませんからね。まあ、点だけで分かる方法もあるんですけどね。例えば、オベリスクを立てるとか、石の塔を立てるとかっていう方法もありますけども、分かりにくいんですよね。やっぱ空から見た時には、あの、ど、の点とどの点を繋げばいいんだってなりますからね。これはナスカラインです。綺麗に繋がりますね。目のところ、あ、卵のここですね。それから、あの、つながります。これが手を手を間からのラインです。先ほどあの説明しました。えー、っと、それと、 これがギザラインですね。これもあのちょうどあのぐにゃっと曲がったところのちょうどテーブルって言いますかね。その中心部来てるの分かりますかでこれがあのギ,ギザラインで、それから、 これがマガオの線です。これは、あの、ちょっと間違ってると思います。今はまだ隠し持ってませんけど、真顔ラインはあ、あの、先であげられてるから来ますけど、真顔はちょっと見つからなかったんですね、実は。あの、で、これも表にちょっと、これは綺麗にあの出てきますね。この角、角,角で。あの、真ん中の方ですね。あの、星の位置がちょっとずれてます。あの、わかりますかあの、ちょっと、そっか、今の右の星から、もう一つ左寄った後にあったところ来てますね。ですがこれ間違ってます。えー、訂正します。それから、 もう一つの例がありますね。これがあの、ブライス・インタグリオスですけども、これはあの、ここ、一週間内で何度も皆さんに紹介してますので、うんざりなさる方もいらっしゃるかもしれませんけども、あまあ私、正直言います。正直言います。あの、このブライスのインタグリオスにしてもですよ、サーペント・マウンドにしても、アメリカ人のね、考古学者が何十人も何十年も、あの、研究し続けて、なんでこんな簡単な謎,謎が解けないんだろうって、私は逆に不思議に思いますね。あれは解けなかったんだろうと。未だに右往左を往してますね。まあこれはあの、ノース・ポールから来た線です。 あの、で、これが、あの、モヘンジョタ態からの線です。そういうことはよくありますね。なんでこんな簡単な謎が解けないんだろう。ナスカラインにしてもそうでしょ仮想、仮想路説はあるんですけどね。その謎がなぜ解けなかったかということなんですよね。まあ、そっちがれば簡単なこ謎なんですよ。道徳についてもそうなんですよ。私、まあ、やめましょう、そういうことはね。まあ、とにかく、俺は、あの、これ、あの、クロストポイントアフリカに行く線です。 まあこういうふうにこのなってますか、それぞれの点をつなぐと、それぞれの拠点へ行くってことです。もう一つの例が実はあるんですね。それがサンサの大食代で、え、先日来も紹介しましたけども、あの、この、まだこれいろんな点があるんですけどね、あの、あと、 他の細かいところに繋ぎますとね、こじつけだってすぐ言われますんで、あの、やめました。で、まあ、大きなね、皆さんご存知の拠点と繋いでいました。クスコライン、それからプーマプーンク、あの、パあ、ティワナクですね。そして、ティワナクの中のプーマプンク、プーマプンク、プンクは通電に行ってきます。から爆風で飛んでるんですよ、みんな。あの、ナスカライン、爆風で吹っ飛ばされて壊れてるんですよね。これはナスカラインです。あの、また興味のあるために見た、これは南極行くラインです。このようにですね、この点を繋いで、そしてそれぞれの方向を示してるということなんです。 ということで、まあ、あの、はい。ということで、ちょっとね、早口で喋って申し訳ありません。これ、あの、音楽だけで済ますビデオだったんです。では、さようなら。Goodbye. See you again next time. Bye.Hello.This is Hiroshihaya Shihama m a s t e r Japan.Line Theory by Hiroshihaya s h i The e a r t h Created by Gods.Hiashihaya s h i h i h a Shihaya Shihaya ライン理論について説明します。ライン理論で使う基準線について説明します。林博士のライン理論。まず、一本の線を引きます。赤道と横切ります。 右からプレアビヒア、モヘンジョダロ、ギザー、そしてナスカへとつ,つながり、その線はイースター島へとつながります。南極から線を引きます。その間の角度は120.00になります。モヘンジョダロから60度で60.00で線を引きます。ギザーから 45.00。実際には44.9ですけども線を引きます。その交点のところにティオティワカンがあります。そして、モヘンジョダロから伸ばした線はイースターとへとつながっていきます。ここがウエストポールです。60.00でウエストポールに対してティオティワカから60.00でギザ、90.00でモヘンジョダロに向かいます。 左がイースター島、モヘンジョダロですね。そしてモヘンジョダロとイースター島をつなぎますと、新直線でカーバーの上を通ります。そしてイースター島、モーリア島、ナンマドール、ガムは一直線上にあります。そしてその線は、モヘンジョダロへと向かいます。ゲザから60.00、モーリア島から60.00でゲザに向かいます。 キオティワカンへも60 60、60ですね。3等分します。これがプレアビギアです。そしてナスカです。その途中に、えー、ラホール、アテネがあります、えー。ルンビリも通ります。そしてここが赤道ですね。これがイーストポールです。南極からイーストポールに線を引きますと、やはり120.00になります。 で、イーストポールと、今度は、ウエストポールをつないで、当然北極を通るわけですけども、北極から90度下に下がりますと、カーバルズス。実際には89度ですけども、89、91の角度です。90.00では、ゾラスター橋の聖地、エルブラサンへ向かいます。そして、イーストポール、プレハビアから、カタツジュータ。この間の角度は30.00。 に、になります。モリア島から、あまあ、大地からですね、えー、ウルルそれから、コーナーズは真一直線上にあります。距離、コーナーズ、ウルルカタツジュータの距離の比は正確に1対3です。ウルウル,ルエアーズロックは正確にモ,リア,モリア島を向いています。これが林良氏のライン理論です。 こうした知識を頭に入れて、具体的に、次に説明しますので、どうか次のビデオをご覧ください。Uh, さらに、詳しく、実際の地球で、これらの事実を知っていただけます。Thank you very much, and see you again next time. Bye.Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s e Japan.Some、uh, people say that it's just a coincidence, but some of the people say that It's very strange. And some other people like me say it's an evidence of aliens or existence of aliens in Japanese. 皆さん、こんにちは。ライン理論を説明いたします。これがプレビヒアです。で、イースター島と線でつなぎます。その間にナスカがあり、ギザがあり、そしてモヘンジョダロがあります。で、実際の地球で見てみます。左がナスカ。 いく線ですね。そこにプレイアビヒアがあり、途中にギザがあり、そしてモヘンジョドローンがここにあります。一直線上にあるという意味です。それから今度はギザから線を引っ張って、そしてナスカへやっていきます。この線は左の方へ行きますとイースタートへ行きます。で、今度右、ここにイースタートがありますが、イースタートを通って、そしてまっすぐに西へ行きますとプレイアビヒアに戻っていきます。地球を一周しましたね。 で、ここがプレハビヒアです。ギザがありますね。で、ナスカには、あギザとイータートを両方示す滑走路、両方の方向を示す滑走路があります。こうしたあの両方の方向を示す滑走路は珍しいですけども、ナスカには2本あります。で、これがプレハビヒアで、これはナスカで、そして線で繋ぎます。その途中にルンビニがあり、 ガンダーラ、ラホールに私はいつもガンダーラを取っています。そしてアテネをまっすぐと通って、そして、えー、ナスカへ向かいます。実際の地球で見てみます。一番右がプレハビア、ルンビニ、ラホールですね。ガンダーラビジの、まあえー、中心地。それからアテネをまっすぐと横に行って、そしてこのブルーの線は、えー、ナスカへとやっていきます。で、ナスカには、 今言った、その、ガンダーラ、それあごめんなさいルンビニガン、ラホール、アテネの示す線がちゃんとあります。このブルーの線がそうですね。そしてこの下、ブルーの細い線のカストロの下側を通ります。今度は、ルンビニ、カーバー、イースタートを見てみます。ルンビニから、ここがルンビンですね。で、イースタートあります。で、ルンビニとイースタートを直線でつなぎます。西回りですから、ちょっと技術がいりますけども、その途中に、えー、カーバーが、カーバー神殿があります。 ここがルンビンです。カーバーです。この赤い線はルンビンとイースタートをつないだ線です。その進捗線下にカーバーがあります。ここにカーバーがあります。時系列的にめちゃくちゃだという批判が多いですけども、場所が決まっていたということですよ。このエラーは172メートルです。 その後、カーバ神殿が、作られたということになります。カーバーオリンピアライン。これは、あの、重要ではありませんけども、カーバーと、それからギザをつなぎますと、その線がまっすぐと、オリンピア行きます。オリンピアも、先ほど言いましたように、プレハビヒアル、ルンピニ、ガンダラを繋ぐ戦場にあります。実際の地図で見てみますと、ここか右下がカーバーでギザ、そして左上がオリンピアになります。オリンピックの、ま発祥地ですね。で、アテネも同じ戦場にあります。 で、今度は大地の線を見て調べてみます。ここはもう変異状だろうです。で、イースター島と線でつなぎますと、えー、下にカーバがあって、まっすぐ直線上にね、そして大地、モリアンアイランドですね、があります。そこから60度で進みますとギザー、反対に60度に行きますとデオジアカンへとつながっていきます。その間の角度は60.06060 60 60。右2つはプラス1度、プラスマイナス1度のエラーがあります。ここはもう変異状だろうです。 左がカーバーですね。そしてまっすぐこの線を伸ばしますと、これがルンビニを通って、そして太平洋上に出まして、えぇ、ー、大地へ行きます。ここに大地がありますね。この大地とはまっすぐ行きますと、イーサート行くわけですけども、この大地、モリア島から、えぇ、ー、京中赤い線でつなぎます。 で、今度は、え大、ー、地、モリア島からハワイ、マ,マウイ島を通ってギザへ行きます。この間の方は、角度は60、60、60なんですよ。そして今度は大地から、今あの、ちょっと地球を下へ回したんですけども、上にギザが見えます。地球が逆さまになりますから気をつけてくださいね。それでギザがあって、えー、今度はテオティア間のからの線を見てみます。 ここがイースター島ですね。で、ここが西極点、ウエストポールです。えー、赤道との交点ですね。で、えぇ、ー、テオティワンイースター島からまっすぐ上行って、テオティワンさらにまっすぐ行きますと、もう変色だろう行きます。で、テオティワ間からですね、あのー、まあ、90度になるわけですけども、角度の関係はこういう関係です。そして、 え、模片状だろうでですね、テオティワカン、ギザの間の角度は60.00になります。正確に60度になります。えー、ここがナスカですね。で、イースター、下右下行けば、あ左下行けばイースタートですね。で、ここが赤道です。ここがの西極点です。そしてこの西極点からテオティワカンに線をつなぎます。下がイースタートです。まっすぐ上行きますと、テオティワカンを作って、 通って、モヘンジュダル行きますが、やや折れ曲がります。それを後で示します。エラーが出ます。モヘンジュ、上へ行くとモヘンジュダルです。ここでエラーが少し出てますね。この、この、このエラーが出るんですね。これイースタートーンがー、がちょっと、まあ、不完全な位置にあるということですね。そしてこれが、右上行きますとギザー行きます。間の角度は30、60.0、合計90.0、正確に90度になります。で、ティオティワガンの参道をまっすぐ、あの、ロボっていきますと、あの、モヘンジュダル行くわけですけども、これはティオティワガンです。 そしてギザがここにありますね。今地球が逆さまになってますから注意してくださいね。上行きますともう変重だろう。右の方にギザがあります。線で繋ぎます。そしてギザ行きます。で、このラインがですね、京都和館から引いてきた線です。緑の線とブルーの線です。その間の角度は正確に60.00であると。 そしてギザー、それからの角度は4 5 0度で2つのピルミッター、1対1対3の角をつなぎますと、正確に90度でテオティワカに向かいます。そのことは次のビデオの中で詳しく述べます。まあ、要するにですね、このように地球というのはですね、私たち人間の支配下にあるのではなくて、私たちが神と呼ぶエイリアンの支配下にあるということです。まあ、これらをですね、 ただ単なる偶然だという人もいれば奇妙だと思う人もいますし、私はこれがエイリアン、なわち私たちは神と呼ぶエイリアンの存在を示す証拠であると考えます。皆さんの考えはどうでしょうかまあ、後の判断は皆さんご自身が決められることですけども、まあ、結論から言いますと、人間というのはエイリアンの感覚、感 管轄かコントロールかにあるということですね。そしてこれらがその証拠であるということです。これが林博士のライン理論です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamacity Japan.Why is t e o t i w a c a n here located?I'll show you the reason why t e o t i w a c a n is here. With a proof on line theory. なぜ、テオティー和感はここにあるのか。林宏のライン理論を使ってそれを説明いたします。おとといの夜ですね、NHK でテオテ和感はですね、雨季とあ寒季のあ太陽の昇る方向を示す位置に立てられたということをあ説明していました。本当にそうでしょうかあるいは、 私はこれから解く説明すると、どちらの方が合理性があるのか、皆さんご自身でご確認ください。その判断をなさるのはあなた自身ですし、またその向こうにはですね、巨大な大きな謎が隠されているということです。どうか最後までご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The line theory in wonder, Fushigina Line diron. My line theory is quite different from so-called so ley line uh, theory. Here, I, it's my pleasure that I can uh, show you and in introduce you my line theory and uh, just to prove that it's a sort of a theory to solve uh, ancient mysteries of the world in Japanese. 私のライン理論はですね、レイラインと、レイライン理論とは基本的に違います。そのことを今日は説明したいと思います。不思議な不思議な世界へ皆さんをご案内いたします。まずこれが、上が桜島、そして下が南極です。南極から桜島へ線を引きますね。エイリアンたちは古代は南,南極から着陸しましたね。で、エクエイター、あの、赤道と交わる点を、これをイーストポールとします。 右へ行けばナスカ、左へ行けばプレハビヒア、そしてさらにはナスカ、その前にあの、あの、モヘンジョダロギザ通ってナスカ行きます。まあ、これの角度が120.00なんですね。で、これ実際の地図でお見せしますと、これが上が桜島、下が南極です。そして線を引きます。そして、えー、ここね、あの、赤道です。 日本人は赤いで書きますが、そしてこのブルーの線が今言いました、プレハビアモハ、モヘンジョダロ、そしてギザあ、ギザ、それからさらに見ますとイースター、あーナッサイス、イースターへと出てきます。で、この110.00のところに角度にできるようになるわけですけど、これはイーストポールですね。で、テオテワカンを見てみます。で、今度はですね、テオテワカンはですね、これがあの、桜島イーストポールから、まっすぐにあの、 西へ行きますと、モヘンジュダロー。120度でね。そして60度で角度があります。そしてギザからは45.0。実際に44.66。あの、モヘンジュダローから60.00ですよ。そしてそのまっ、あ、先に、あの、テオティワカンがあります。ここがモヘンジュダローです。ギザです。そして、えー、この、モヘンジュダローから60.00でティオティワカンです。それからギザからは 40, 5度ですね。44.66。45度で手落ち和感に向かいます。次に大阪、奈良にの説明をしておきます。これが、あの、 桜,桜島と手を利かんをないだ線です。そこに、え、緊山、神戸の金鳥山があり、比叡山がを通ります。金鳥山でややエラーが出ます。で、上山ものもうちょっとエラーが出ますね。あの、数百メートルのエラ,エラーだったと思います。で、このブルーの緑の線がもう変調だと、伊勢神宮をつないだ線です。 と、比叡山が、あの、ここへ来て、高野山今後、無事にここへ来るわけですね。で、皆さん、こう言いうやつ、時代、あの、検証、検証がめちゃくちゃじゃないかということを、あの、おっしゃいますけども、位置が決まってたってことなんですよ。よく、あの、講義のメールが入ります。これがあの、桜島と共和ア間を館をいだ線です。いわゆる、その、時代が合わないって言うんですよね。それは、それはそのとおり場所が決まってるんですから、高野山だってね、あの、後で、その不思議な場所に、 導かれて空海が今後無士を立てるんですから。そのまあ、と,と,ともかくもこの線をつなぎますと、ブルーの線、グリーンの線が模片状だろうから北た線です。で、緊張山と並ぶわけですね。比叡山、高野山、そして伊勢神宮とこういうふうに並びます。で、これがあの、綺麗なあの、まあ、正確なあの、し形ではないんですね。27.5と28度でしたが、0.5度のあの、下の 一番下の角度が違います。それでこれを並べてみますと、これが坂船市ですけども、これ左右反転しますね。反転しまして、えー、これは復元、私が復元した図ですけども、この図がですね、えー、長さの割合が一致するんですね。角度も一致します。もちろん。えー、だからですから、坂船市の一つの目的はこうしたそのようになってますから、計画図だったわけですね。都市計画図だというふうに考えられます。今度は西極点とティオリア間の関係です。えー、ギザーとイースター、イースター島をつなぎますね。 で、その途中に、えー、ナスカがあり、そして、このナスカ西極点があるわけですね。ウェスポールがあります。ここが赤道で、ウェスポール。あのー、東極点、イーストポールの反極点ではないですね。ややエーラーが出ます。これが120.00、南極に対してね。そして、えー、あの、ティワタカンへ1000円で繋ぎます。 あの、で、ティオティワカンは、そう、まあ、そういう、あの、これ逆に場所が決められたと思うんですけどね、本当はポポカティペティのそばに建てられたわけですよ。60度でギザというふうになります。30度で、えー、モヘンジュダローへ向かいます。直角でね、モヘンジュダローへ向かいます。実際にはこれが今ましてナスカ、ウェストポール、左下があの、イースタートですね。それからティオティワカンがここにあって、ティオティワカンから、えー、モヘンジュダローまでは90.00の角度になります。から見事な、 ぐらい綺麗に出てきますね。そしてこの線がギザに行きます。これは60.00で綺麗に出てきますから、皆さんも確かめてみてください。で、これは直角です。これを偶然かというわけですね。明らかに人為的であるということは数学的に証明していくわけですね。これが私のライン理論の基本です。偶然そこにある。偶然そうなったというんじゃないんです。計算してそうなっているということを数学の上で証明していくわけですね。TOT 和感があります。もう変じゃこの角度が60.00です。で、ギザがあります。 あそうそう、テオジアカの賛同はまっすぐと、あのー、ご返事だろうを向いています。 あとで証明します。え、これが60.00ね。あの、これ、逆に、あの、モヘンジョダロからティオティアカンへ60.00。ギザ、ギザロのこれをピラミッドを見ていただきたいんです。大中小のね、あの、3つのピラミッドがあります。その角と角をつなぎます。あの、あの、ー,ースの場合ね、あの、斜め上から撮ってますからね、この中心が非常に撮りにくいですから、底辺を撮れば間違いなくこの間を撮るわけです。点90.00でティオティアカン,カンに向かいます。そして、反対方向135.0でモヘンジョダロへと向かいます。 こういうふうにこう証明していくわけですね。これが私のライン理論です。あの、レイラインとは違うんですよ。逆ですよ。これがティオティワーカンです。この参道はまっすぐとモヘンジョダローに向いています。逆にモヘンジョダローからティオティアカンに線を引いてみられると私に言っている大差は分かっていただけると思います。これがモヘンジョダローですね。モヘンジョダロー、今のこの黄色い線がギザーとプレビヒア,ビアを繋いだ線です。そして、これが、この角度が60.00でティオティアカンへ向かうということなんです。 60.00でスやってみてください。ね。お疑いの方。で、ここに、モヘンジョダルの神殿があります。この前に参道がありますけど、この参道の方向は、まっすぐとピラミッドのギザを向いています。先ほどの、あの、ティオーカンと同じような、あの、思考回路ですね。こいで、このギザのピラミッドですけども、その、角と角をつなげます。これはちょっと、あの、前間違えましたけども、今回正しくあの、説明いたしますと、角と角をつないで、そして赤い線が、見えますかね。これが、あの、ティオーカンから引いてきた線です。 のの間の角度はになります。画面の上でも測りますからね。皆さん測ってみてください。90.00です。そして、この方向を正しく、正確に示している。そして、後ろへ、右、東の方へ135度で行くと、あれ45度で行きますと、モヘンジュダロへと向かうわけです。では、モヘンジュダロへの話とつながります。リザー、プレハビーヘアの間にモヘンジュダロがあります。 で、ギザから、あの、南極に対して120度、北極に対して60度のライン、これが、あの、基本性になります。そして、マガオ、インシュートい行きます。この、まあ、赤、赤と、 ブルーの線で日本、あ世界の四大文明は入っちゃうんですよ。そしてプレハビヒアからナスカイト線へ行きます。その途中にシーアン、昔の長安があります。そしてモヘンジョダロから、あ伊勢神をつなぐとその途中に隠居、隠居があります。隠居はあの,あの、今の小さ、あの、隠居の後手の,あの部分でしてね、隠居は広い文明でしたから、あの、ここだけではわかりません。で、プレハビヒア、今の線と手から、あギザ、プレハビヒア、モヘンジョダロを繋いでいました。これはブルーの線です。そして60.0 60. 以上、 南極に対してね、南極に対しては1 2 0 0のこれが基本数になります。これがあの、あのあのグリーンのラインです。そして、これがあ、マガオ、パックークスですね。それからシーガン長安があります。 それから、あ、先ほど言っましとから隠居ですね。隠居のあの、後、というか、博物館がそこにあるってことだけですよ。それから伊勢志ライン。ほとんど破壊されています。川橋院で向かいます。えー、今度はその前にちょっとあの、ちょっと遠回りしますけども、もう返上だろう。それから、うんえー、東の方へ行って、イースター島と繋ぎます。その途中にですね、えー、大使のモリア島があり、ナンマドールがあり、そしてガム島があります。これ、綺麗に直線並ぶんですね。まあ、そしてその、 その途中、ややこれエラー出ますが、50キロほどのエラーが出ますが、ここ、ルンビニのそばを通ります。そして、60度でタヒチから、上がりますと、ギザへ行きます。その途中にハワイがあります。それから、あの、東の方へ60度で行きますと、ティオジア間へ向かいます。ここで3等分するわけですね。59と61のプラスの1度のエラーは右の方はあります。それから、イースターと、それから、ルンビニに行くと、イースターと繋ぐと、カーバーの、上を、新直線で通ります。 もう一度説明しますと、これがイースター島ですね。それからモヘンジョダラがあります。そしてその途中に、えー、今お見せしますが、モモリア島、大地のモリア島ですね。人口増生島です。ナンマドール、それからガム島と通って、そしてモヘンジョダラへと向かいます。その、大地のモリア島から60.00で西の上の方へ行きますと、ハワイの真上を通って、そして、 ギザ行きます。そして右60度で行きますと、テオティワカン行くわけです。このようにギザ、テオティワカン、それからモヘンジアというのは拠点中の拠点ということになるわけですね。基準点になるわけです。そして今度はこの線をずっと伸ばしていきますと、上の線が、今言いましたモヘンジョアとイーサートを繋いだ線です。 そして、カーバーのあー、ごめんなさい、あの、ルンビニをややあの50キロほどエラーがここで出ますけど、その下、ルンビニとイースタートをつなぎます。この線、あの、西周りの場合は、あの、2万キロ超えますからね、ちょっと引き方にコツが入りますけども、その線はカーバー神殿の上を直撃出します。薄い線ですけど、赤い線が、これが今言ったルンビニとイースタートをつないだ線です。そして、このカーバー神殿の、まあ、エラーはも100メートル。 絶対ないですね。10メートル50も、これも、もう真ん中に中央にカバーシンデのあの、新鮮なる、あの、なんて言いますかね、あれが見えますからね。で、ウィキペーダーは、レイラインっていうのは無意味だということを結論付けています。まあね、あの、偶然そうなっただけだと。そしてどんな点でも繋げば線点がある。やっぱ何十本も線引けるってことこうして証明してるわけですね。まあ、そうは言い切れない部分もあるんですけどもね。まあ、 そういうふうに取られても仕方ないですね。しかし私のライン理論はそうではなくて、それを使って古代の謎を解いていくっていうことです。ライン理論とレイラインライン、ライラインの違いを分かっていただければ幸いです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi Hamamatsuri Japan.Hiroshihayashi's Line Theory. From Giza to the World 林博士のライン理論ギザから世界へ林博士のライン理論を説明しますギザです今日の物語はこのギザから始まりますこのギザからそれぞれの拠点へ線を引いてみます道しるべとしてよく知られている のがアアタカマジャイアントですギザからアタカマジャイアントに線を引きますとまっすぐとアタカマジャイアントを横切りますつまりアタカマジャイアントはまっすぐとギザを向いていることになります次に今度はントを ナスカへ線を引いてみます。ナスカにはアストロノート、宇宙飛行士という地上絵があります。その地上絵に線を引きます。右上から来たのがギザから引いてきた線です。この線はまっすぐと宇宙飛行士の頭から足へと二つに割ります。すなわちこの宇宙飛行士はギザを向いています。 これは UK の Cern Abbas ジャイアントです。右上からギザからの線をに注意してください。コ棒を寸部の狂いもなく横切っているのがわかりますね。縦に割っていきます。つまりコ棒はギザを示しています。次にブラ i ス・インタグリオスです。方向を点で示す。それを 絵ででカムフラージュししてててていいい。ます。す。これはギザかから引いてきた線です向かって左側の腕に注意してくださいもう一度やってみます。注意深くご覧ください。これでプライス・インタグリオスの意味がわかりましたね。同じコンセプトで作られたのがサーペントマウンドです。サーペントマウンドはそれぞれの拠点を巧みに示しています。カーブの 頂点とかですね。で、くるくるくるっと下の、左の下で巻いてますが、ここが、いわゆる、まあ、基準点です。もう一度やっています。ギザからの線です。そしてこのカーブ曲がった頂点と、そしてくるくるを結んだ点にあります。こういう、この方法でサーペントマウンドはあちこちの方向を示しています。与那国島もそうです。前にも、えー、説明しましたが与、与那国島は方向指示等です。 この線と、そしてこの線はギザを示しています。詳しくは、与那国の、与那国島の謎のところをご覧ください。そして、これがヴィエラサンブラスです。クスコです。ギザサンブラスには奇妙な、まあ、石が置いてあります。この、まあ、石の真ん前に伸びる参道のような道を見てください。この道も、まっすぐとギザを示しています。 他にももう一箇所ありますが、今日は省略します。これはモヘンジョダロです。モヘンジョダロの前に道があります。この道はまっすぐとギザを示しています。この黄色い線はギザから引いてきた線です。神殿があると思いましたけど、ごめんなさい。間違えました。井戸でしたね。あの、詳しく調べましたら井戸ということがわかりました。まあ、次の続くビデオを さらにご覧いただく前にですね、こういう事実を知っておいてください。えー、これがギザのピラミッドです。そのギザのピラミッドにテオティワカンから線を引いてみます。えー、月の塔、えー。最近は月の塔を使うことにしています。左上から来た線が月の塔から引いてきた線です。注意深くご覧ください。そして、この 頂点と頂点を線でつなぎます。第1と第3のピラミッドを線でつなぎます。この間の角度が89.52。頂点がややずれますので、正確にやれば90.0。あるいはポポカティ・ペティとやれば90.0になります。00になります。で、アタカマジャイアントには滑走路があります。ここがアタカマジャイアン,イアントです。で、その下に滑走路があります。 3 0 0ル離れているというふうに記憶しています。これが今、ティオティワンから引いてきた線です。このランウェイは正確にティオティワンを示しています。ちょんとしたあの点とか、それが突起物が上にありますね。もう一度やっています。丘の上ですから線が切れます。左がアタカマです。そこから8 2 4キロ離れたところに ナスカにがあります。全く同じ滑走路があります。これでナスカの滑走路がインカ人によって祭りのために作られたのではないということが証明されます。また、グランドクロスがありますね。宇宙からも見られるというこのグランドクロスです。教授はンから線を引きますと、この線を横切ります。ほんのわずかエラーが出ますが、 ポポカティペティから引きますと、寸部のクレームなくて言いますか、エラーゼロでこの線と重なります。ポポカティペティ山というのは、テオティワカンのすぐそばにある最高峰の山です。このあたりでね。というようなことを頭に入れながらと言いますか、補足的に理解していただきますと、次のビデオをさらによく楽しんでいただけます。どうかご覧ください。Thank you very much and bye.